ってスリードは1マシン、外からマイネルフロストが差を詰める、そしてさらにそこからレッドレイブン、間からは11番テイエム稲妻、大外からはマイネルティーンとダコール突っ込んできた。さあ激戦となったが、抜けたのは3番のマイネル、2番のマイネルフロスト、そしてそこから14番ダコール、テイエム稲妻、マイネルティーンなど、先頭2番のマイネルフロストゴールイン。